皆さんこんにちは、チャンタイです。パワープロ2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はイーグルスとの7回戦をお届けしていきます。はい、前回のねライオンズ本当に厳しい戦いで3連敗という形でね、なりました。はい、今回からイーグルス戦なんですけどね、とにかくまずは連敗を止めて、はい、今日の試合非常に大事ですね。はい、悪い流れもね断ち切りたいんで、今日はね何としても勝ちたい一戦になりますね。はい、では始めていきましょう。サーチャンスタミナ回復してますね。じゃあサーチャンで、そうだ、ごめんなさい、ちょっと試合前ごめんなさい。日程表なんですけど、これ3連戦があってここお休みで4日間空くんですよね。はい、でですね、今日、サーちゃん投げて、で、まあ、この後、サクちゃんと、マイちゃんが行くと思うんですけど、4日空くじゃないですか。で4日空いて再開したタイミングで、多分どっかでサーちゃん投げさせます。29か30ぐらいで。理由としては、今、サーちゃんがサクちゃんと、マイちゃんに比べて、登板が1個少ないんですよね。うん、どっかで歯車が狂っちゃって、今1試合少ない状態なんで、でここで多分投げさせるんですよ。で、まあ、その後先輩メンバーになると思うんですけど、投げてもらう、先発してもらって、で、移動日挟んで、またここから始まるんですけど、ここで、4月3日から、今、ローテーション、さーちゃん、さくちゃん、まえちゃんってなってるじゃないですか。で、ここで、さーちゃん1試合投げて、で、この3日から、さくちゃん、まゆちゃん、さーちゃんってまた戻そうかなと思ってます。だから、さーちゃん4月5日に投げることになるかなと。思います。で、ここでも1試合投げるんですけど、多分スタミナ大丈夫なんで、回復するんで移動日もあるんでね。はい。って感じで、ちょっと1試合少ない分をね、ちょっと補おうと。このタイミングで。はい。ちょっとこの4日間空くタイミングでね、その帳尻を合わせようと思ってたんで、はい。そういう予定でね、ちょっとやっていこうと思います。はい。で、今回からチーム、機能。先輩メンバーがね、一軍に上がってきてます。あ、そうだ。アスカさんなんですけど、ごめんなさいね。試合さっさ始めろって感じですよね。すいません。アスカさん、オールスターで選ばれてたじゃないですか。そうだ。こう、一軍に上がってきたタイミングで、まあ、どうするかって決めないといけない。つまり、オールスター狙うんだったら多分投げさせた方がいいんですよ。もうちょっと、登板数を増やした方がね。まあ、今の登板数で選ばれてるのがちょっと謎なんですけど、投げて、まあ、そこで抑えられればね、いいんですけど、はい。まあ、それを狙って、投げるってのありだと思うんですね。うん。ただ、別に、アスカさんがオールスターに選ばれるのは全然嬉しいんですけど、ちょっと一つ懸念として、サーちゃんが選ばれてないじゃないですか。うん。で、このままもし、例えば、アスカさんが、うまい感じで選ばれて、サーちゃんも例えば結構いい感じで、オールスターまで行ったとするじゃないですか。で、その結果、アスカさんが選ばれるみたいな。まあ、両方選ばれればもちろんそれが一番いいんですけど、アスカさんだけが選ばれたみたいになっちゃうと、なんか、その、これ、今回一応4期生が主役のペナントだから、で、それがちょっと懸念なんですよ。で、一番いいの本当に2人とも選ばれればいいんですけどね。もしくはもう、そうですね。だから、迷ってるんですよね。アスカさんこの後どうするか。でもせっかく6位に入ってるから頑張りたいって気持ちもあるんですけど、ちょっとどうするか。ちょっと、もし何か一個意見あればね、コメントしていただけたらなと思います。はい。そうですよね。で、まあ、オールスター頑張るんであれば、アスカさんは次のカード、まあ、このカード4期生の3人が投げるんで、次のカードでまあ先発させてもいいかなと思います。で、もっともっと登板数を増やすんであれば、例えばこの3連戦チャンスがあればね、中継ぎで投げるとかってのもありかもしれないですけど、うん。登板数を増やすって意味で、うん。そんなに長いイニング投げなければ、4日間間は来ますからね。まあでもちょっと、まあどうしようか今迷ってるんですよね。なんか不調なメンバー多いですね。あ、でもそっか、サードが。DH は、誰にしよっかな。好調のメンバーいますね。あ、じゃあ真夏さんにしようかな。新キャプテン。キャプテンが、
レイカさんの卒業9月1日でしたかね。9月1日以降、このペナントで真夏さん多分まだ使ってないと思うんで、いきますか。そっか、前回確かレイカさんがスタメンで出たと思うんで、キャプテンの引き継ぎって意味でも、はい。そうですね、ちょっと、そう、レイちゃんが最近本当打率落ちてきてるんですけど、ちょっとでも4番で使おうかな。結構最近あんまり4番で使ってない気がするんで、はい、じゃあこれでいきます。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対乃木、7回戦の模様をお送りしてまいります。 あとごめんなさい、サムネイルに多分書いてあるかもしれないですけど、今回のゲームからですね、しばらく24枚目シングルの、夜明けまで強がらなくてもいいの収録曲の応援曲ですね、やっと完成したので、応援曲が流れるようになってるんでね、そちらも、楽しんでいただけたらなと思います。ちょっとごめんなさい、時間かかっちゃったんですけど、はい、福井投手ですね。対戦したことあったかな、このペナントで。なんか対戦したような気もするし、してない気もするし。ごめんなさい。なんかあんまり覚えてないですけど。でも、球種はそんな打ちにくい球種ないですね。うん。まあ、コントロールも悪いんで、はい。ちょっと気をつけないといけないのは尻上がりですかね。まあ尻上がる前になんとか打ちたいところですけど。このスライダーとか変化量もないんで、打ちやすいと思うんでね。あ、荒れてますねボールが。投球これから4球目。4球目ストライク。よしよしよし、これはラッキーですね。コントロールがやっぱ F だからちょっと。よし。あ、やめいった、OK。あ、あやめんのホームランって結構久々ですよね。なんか15行くまで結構ポンポンって行きましたけど、久々ですね。いやー、12号も行ったか。正直ペナント終わった時点でもこんな打ってると思わなかったですけど、恐怖の2番打者ですよね。よし、これもいい。ちょっと伸びが足りないか。さあ、レイちゃんね、ちょっと久々の4番だと思うんで、ここで、あ、だいぶ福井投手、ボールが荒れてますね。よし、オーケーな形、ちょっとやめとこうかな、ノーアウトでもありますからね。あ、ウエストの中、あー、しまった、スタート完璧だったけど。多分これ盗塁、いやでも盗塁警戒したウエストか、サソリスクイーズを警戒したウエストじゃない気がしますけど、しまったな。スタート良かったんですけど、さすがにあんな感じでウエストされると。 OK。 あ、これ今どこだったかな、もしかしてランナーが1塁残ってたら、セカンドがもうちょっとセカンドベースに寄ってたと思うんで、ゲッツになってたかもしれないです。まあ、結果なんですけど、うん、アウトになったのが逆に良かったかもしれないですけど。第9打った。1球目ファウル、投げました、打ちました。よし、これもいい。 OKOKOK、 これサードいけるかな、さすがに。 OK、 ギリギリ危なかった、よくなかった。よしよしよし、さあチャンスを広げました。ワンナウト
あ、なんか打線がいいですね、いきなり。そう、やっぱね、ライオンズ戦、前回のカードの、こう、あ、ちょっと早かった。やっぱり先制されて、まあ、序盤に失点を結構してしまって、こう、後手後手になるっていうか、この形になったのがね、結構つらかったんですよね。やっぱ、よしよしよし、お、結構危ない。やっぱね、追う展開になるとちょっと焦りも出てくるんでね。うん、こんな感じで初回からいきなりポンポンって入るとだいぶ楽ですね。よし、打線がつながってるんで、この取れるだけ取りたい。もうちょっと前回のライオンズ戦の鬱憤晴らしたい。本当にワンアウトランナー一塁三塁となりまして、芝第9投げた、もう第2球投げました、もう投球は3球目投げました、危ない球。うん、これね、どうかな、もしかしたらピッチャー変えて、ボール抜けてますもんね。これでルイが、さあ満塁でセイラちゃん、第9投げました、ストライク、1球目ストライク、うわ、甘いボールだった。これいけるかな、よしよし、これ3人投げたんで大丈夫ですね。 OK、 いや、一巡しましたね、打者が。いや、いいっすね、やっぱ初回にこんだけ点取れると本当に。よし、あー、ない。いやー、今の抜けたと思いましたけど、はい、ただね、いやー、これ大きいっすよ、5点でしたかね。マウンド上ピッチャーは小さな天才さやか。これが11試合目の登板、イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。あ、そっか、アップデート後初めてのイーグルス戦です、楽天戦ですね。ちょっと見ていきましょうか。あんま変わってない、あー、でも辰巳選手出てるな。辰巳選手前回まで出てなかったっすよね、確か。あんまり、肩も、あれ、しかもレーザービーム持ってるな。あ、ライトか。これ多分すごい返球返ってくるんで、ライトからは。なるほど。で、藤田選手。あんま変わってなさそうっすね。で、田中選手。多分こんな感じでしたね。あんまり変わってないとは思うんですけど。浅村選手もそうかな。調子が絶不調ですね。助かりますね。あ、島津選手ね、こんな感じだった。うん。なんか覚えてるな。はい。で、銀次選手。あー、こんな感じだったな。やっぱ変わってないな、あんまり。銀次選手も絶不調か。茂木選手。あ、茂木選手ちょっと上がったかな。もうちょっとミートちっちゃくなかったでしたっけ。あ、今井選手ノリノリ状態。あ、この能力のノリノリ状態だとちょっと気をつけないとな。これで8番に入ってるんですね。これ結構こう7、8パンチ力ありますよね。うん。で、足立選手が9番。キャッチャーで入ってますね。はい。これっていうか、あ、そう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 。ブラッシュ選手とか控え、あ、怪我してんのかなと思ったんですけど。ウィーラー選手も控えか。これなんでですかね。もうこれ助かりますよね。ああ、まあそっか。サードは今井選手がノリノリ状態だからっていうのもあるのかな。まあでもブラッシュ選手。でも代打では出てくるでしょうね、さすがに。まあでもあの二人が、外国人選手の二人が出てないと、まあ打線の迫力って意味では、全然ね、いけない方が。軽快な守備を見せました。これでワンアウト。楽まで言えないですけど、はい。だと思うんで。投げた。三球目ストライク。打ちました。ショート右横のゴロ。一塁へ送る。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは3番田中。あ、これはちょっと落ちちゃうか。いいバッティングを見せました。バッターは指名打者浅野。マ
ずは一塁牽制、一塁達成。浅村選手が絶不調なのはちょっと助かりますね。うん、もちろん油断しちゃいけないですけど、もともとの能力は結構高いから、もちろん絶不調でもパコーンっていくあると思うんで。3アウトになります。ランナー一塁に残塁です。1回が終了しまして5対0、乃木5点リードは変わりません。やっぱこのあピッチャー帰ってきた、ピッチャー帰ってきましたね。このパ・リーグの6球団の中だったら楽天がそこまでチーム力っていう意味だと、特にほかのチームが強いんだよね。楽天が弱いってことは全然ないと思うんですけど、このチームがねなかなか強いんで。はい、石橋投手ですね。ちょっとカットボール、ちょっとあの福井投手と球種は似てますけど、カットボール足速い足速いな、すごい。第9投げた、石橋投手もそんなにコントロール良くないんで。2球目ストライク、投げました。第4球を投げました、打った。よっしゃー、早めですね。ナイスバッティングです。あやちゃん、あやちゃん、あやめん、あのなんかあれ、これ話したっけな、動画でちょっと忘れちゃったんですけど、さくちゃんがショールームやった時にあやめんのことをあやちゃんって呼んでて、結構いいなと思っちゃったんですけど、あやめんっていうのも可愛いニックネームですけど、あやちゃんもいいですよね。ちょっと使い分けていこうかなと思います。統一した方がいいとは思うんですけどね。ちょっと、お、やっぱちょっとコントロール悪いピッチャーが続いてるんで、結構フォアボールもありますね。あーしまった。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁。さあ、守備キャプテン出たー、しゃ、来ました。これはニューキャプテン。あ、ちょっとリプレイ見ますか。いいっすね。いいっすね。第9初球を打ちました。フラフラっと上がった。石橋余裕があります。石橋掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第9投げた、まあ、2回ですよね。いやー、点がこんな、なかなか最近こういうゲーム展開なかった気がするんで、これもいいですよ。よしよしよし。あ、なんかもう なんだ、なんか前回までの嘘のように。いやー、ランナー一人置いて迎えるバッターは千葉。第1打席はフォアボール。投げた、インコース引っ張った。おー、よし、これはヒットですよね。ヒットですよね。よしよしよし、強襲。オッケー、完璧。キャッチャー二塁送球、二塁はセーフ。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。さあ、ここでもう一丁。ボール球が多いな、本当に。ナイスカット、 OK。 結構きついコースだったね、今。投げました、よし、 OK。 よしよしよし、打線がつながりますね。すごい、本当に打線がつながる。あ、ピッチャー帰ってきましたね。もうスタミナも、はい、青山投手。青山投手は多分対戦してると思うんですけど、 V スライダーが多分あれですよね。あ、ビハインドでもか、起用法は。うん、はい、変化量1ですけど、青山投手もカットボール持ってるんでね。第9投げました、第9でストレート空振り。第2球投げました、変化球ストライク。あー、これ逆に変化量1ぐらいの方がちょっと
いやらしかったりもしますよね。OK 抜けたー、よしよしよし。やばい、2回で10点。あやめん打点が50乗りましたね。これまだペナント半分消化してないと思うんで。あ、惜しい。これ100打点以上のペースですよね、多分。うん、2回の表が終わって10 2回で12安打っていやでも結構最近ね、本当にこんなにバッコバコ、まあちょこっとあったと思うんですけど、こんなに序盤からなんか一気にってなかった気がするんで。投げた、インコース高めストライク、投げました、ボール、投げました、変化球、よし、空振り三振、左バッターボックスに銀次第9投げました、あれを、デッドボールの際に怪我を負った、今ベンチからグランドに、これ多分ね、銀次選手下がらない方がいいんですよね、うん、下がったら多分ウィーラー選手とかブラシ選手が出てくる可能性があるんで、誰かが控えに回ると、控えっていうかベンチに下がると、うん、次は4球目、投げた、インコース、よっしゃしゃ、出ました。たまにあるこのアドアドってやつですね。このファーストライナーの時たまにあるんですけど、よっしゃしゃしゃし。野木、今回はクリーンアップからの攻撃になります。期待の後継者、田村、投げた、外れた、ボール。うん、アイアンとしてこの V スライダーですね。これが結構曲がるんで。第2球目ストライク。第3球を投げた、ボール、カットボールはボール。第4球を投げた、インコース低め、空振り、なんかストレートが、うわ厳しいね、やっぱ追い込まれると、ストレートすごい、あれ伸びとか持ってましたっけ、伸び C か、なんかストレートが伸びを感じるんですよね。第9投げました、打ちました、イーグルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です、ライトへのフライダー、辰巳取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッター頼れるキャプテン秋元、今日4打点を挙げています、松さん今日4打点、見送ってストライク、いやこれはキャプテンだわ本当に。第3球は打ちました、第4球を投げました、ボール、本当にね、真夏さん、これからどんどんキャプテンとしての、まあ、これからの乃木坂の活動の中で、キャプテンとしての、ね、真夏さんの姿も、これから、多く見れると思うんですけどね、うん、本当に、まあ、真夏さんだったら、そんな心配もないかなって自分もね、思ってるんで。あー、取れないか。ボールは中継、ランナー2塁でストップ、今井ツーベースヒットを放ちました、バッターは9番足立、第9投げた、これがしっかりキャッチしていました、もちろんね、キャプテンに全部ってインコース引っ張っ、そういうグループでももちろんないんでね、乃木坂ね、うん、みんなでね、真夏さん支えてもらって、第9投げた、初球空振り、投球これから2球目、打った、1、2塁歓迎、あー、抜けた、やばいやばいやばい、でも取れると思ったけどな。これ走ってきますかね、この点差で。ちょっと点差があったらあんまり走ってこないイメージがあるんですよね。うん。まあそもそも走るような場面でもこれだけ点差があるとね。うん。むしろ。ちょっとこれ次が5球目、ボール、アウトコース低め、外れてボール、投げました、打ちました、試験成功、投げの当たり、あ、やばい、イーグルス、あー、ちょっと思ったような体勢で投げられなかったな、今バッターは3番田中、しまった、投げました、外れた、ボール、第2球、投げました、スライダー、ボール、うわわわ、やばい、第3球を投げた、3球で空振り、いやー、1個アウト取りたかったなー、今ちょっとミスった、少し迷ったか、第5球投げた、もうちょっと今楽な体勢でセカンド投げれるかなと思ったんですけど、これで2ア
ウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げた、危ない球。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、ストライク。よしよし、ワンボールツーストライク、追い込みます。変化球、オーケー、空振り三振。楽天生命パーク宮城からお送りしております。3回の裏が終わりまして10対1、イーグルス。あ、柳田選手がまた打点が、バッター長身のアーティスト、はるか、投げました、ストライク。アウトコース厳しいところ、まずは見送りました、投げました、角のスライダー見送ってストライク。追い込んでから第3球を1つ外してボール。さあ4球目、ストレートはボール。いや、やっぱ青山投手なんかストレート速く感じるんだよな。投げました、よし、オッケー。なんでだろう、まあ、伸び C だからちょっとは早く伸びがあるんですけど。おし、もう抜けますね、抜けますね。よしよし、なんか今日本当にバッティングがいいっすね。遠藤、いいバッティングを見せました。遠藤、これで今シーズン8度目の猛打賞となります。第9、完全に外れた。第2球投げた、もう。さあ、どんどん追加点、もう20点取りましょう今日は。これから3球目、打ちました。よし、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。ライト前のヒットになります。ホームイン、乃木1点入りました。柴田タイムリー、乃木本当つながりますね。ノーアウトランナー1塁3塁となりました。あー、さすがに割れたか。タッチアウト、ワンアウト、ワンアウトランナー3塁。こんだけ点差があると牽制も増してこないイメージだったんだけどな。だからちょっと今、ちょっともったいなかったですね。第3球を投げた、よし、これも犠牲フライには十分。田中掴みました、三塁ランナー、タッチアウト、どうだ、三塁ランナーホームイン、乃木さらに点追加、12対1。いいですね。うん、投げた、打ちました、ファウル。最近またね、ホークスFMの皆さんも、よし、あ、いい当たりだったんですけど、ね、ショールームとかもやられてて、あとあれか、最近あれですね、カッキーと、今回、選抜に入ったサクちゃん、カッキーあやめんは、結構、いろんなメディアとかにも、出てると思うんですけど、結構最近、サクちゃんも、やっぱりサクちゃんよく出てますよね。自分どっちかというとテレビあんまり見なくて YouTuber っ子なんで、YouTuber っ子は YouTube っ子かなんで、あれなんですけど、危ない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 。 CM とかマウス、CM というか、マウスのやつとか、あとはカップスターか、カップスター CM かな、他にもサクちゃんね。うん、よし、オッケー、出たりとか、ほんと最近、あとあれだ、自分ですね、最近結構 YouTube の動画にちょこちょこコメントしてるんですよ。皆さんぜひ見つけたらなんか見てくださいね。ポケモン GO とかの動画も最近いろいろ出てるじゃないですか。うん、もちろんサクちゃんが出てるやつとかもありますけど、結構ね、ちょこちょこコメントしてますよ。そう、自分のコメントがどれぐらいいいねもらえるのかなとかって、こういろいろ、いやでもあれ結構いろいろ勉強になるんですよね。うん、なんかそのいいねもらった数がもちろん全てではないんですけど、なんかやっぱこういいねもらうと嬉しいじゃないですか。うん、でやっぱり第9打ちました、どういうコメントしたらね、皆さんがこう共感してくれるのかなとかって、それをこのこのチャンネルの視聴者さんだけじゃなくて、乃木坂のね方が出てる動画にコメントしてるんで、まあそれを見てる方って別にこのチャンネルの視聴者だけじゃなくて、視聴者の方々だけじゃなくて、全国の乃木坂ファンの方が見てるってことなんでね、その方たちもいいねしてくれてるってことなんで、だからこうね、こういいねもらったりとか、あとはコメントとかもらうとね、やっぱ嬉しいですよ。うん、第3球を投げました、打った、取りました、これで3アウト。
乃木結局三者凡退、無得点に終わっています。乃木大量リードです。5回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは今結構わらの動画で、さくちゃんとさーちゃんとやんちゃんがあすかさんとおじいちゃん、あれの動画にコメントしたのとか結構最近、つい最近見たんですよ、自分のコメント。さ、結構いいねがついてて、そうなんですよ、結構嬉しかったですね。ナイスキャッチ。エンド華麗にさばいて2アウト。よし、オッケー、サーちゃんいいですね。大量得、点差はありますけどね、しっかりと。12対1、乃木大量リードは。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター頼れるキャプテン秋元、今日はスリーランホームランを打っています。第2球投げた。さあ、青山投手もそろそろスタミナが。ちょっとですね、前回の動画ぐらいまで、うわーすごいこれはすごい。目立ってますね。さすが目立つな、目立ってますよ今日。これヒーローインタビューもあるかもしれないですね。ピッチャー孫投手ですね、入ってきましたね。孫投手どうだったかな、対戦した気がするな、このペナントで。スライなんか今日シュート持ってるピッチャー多いですね。うん、なんか最近そのシュート持ってるピッチャーと対戦しなかった気がするんですけど、変化量4ですが、チェンジアップなんで、はい。ただ、まあ、結構球が速いからな、コントロールはね、あんまり良くないんですけど。あ、ごめんなさい、ボールだ。あ、もうちょっとやっぱりこのまっすぐとチェンジアップのコンビネ、よしよし、これちょっと2で難しいですよね、この方だと。さあ、今日サクちゃんも絶好調ですよ。あ、しまった。セカンド前方のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。セカンド掴みました。これでワンアウト、ランナーは1塁。あれ、なんかさっきまで何か話しかけ、あ、そうだ、のですね、ちょっと前回の動画ぐらいまでちょっと諸事情があってですね、ため撮り、あ、ちょっとため撮りになってたんですよ。うん、でただちょっと乃木坂に関する話とかもリアルタイムでちょっとできないなと思って、まああまりそういう話もしないようにしてたんですけど、はい、ですね、ちょっとまあ、今回の動画からはちょっとある程度リアルタイム性持って感じになると思うんですけど、そう、なんかね、そのなんか話そう、あ、そうだ、乃木坂工事、皆さん神宮の裏側のバナナマンのお二人がね、カメラで潜入、カメラ持って潜入ってやつ見たと思うんですけど、なんかですね、あれもすごいいいなと思ってたんですけど、久保ちゃんがよくこう乃木坂の細かいところ、細かいところをこう、まあこれ先日もあったじゃないですか。なんだかな。よし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 。歌い方可愛い部門とか、感じとか、そんな感じで、やってたじゃないですか。まあ、最近だと思うんですけどね。伸び中で。うん。もうなんか自分もね、なんか、結構、うん、パッて言えって言われたら思い出せないんですけど、なんかこう、結構細かいところを見てる気はするんですよ、自分も。うん。そこ見てんのかいみたいな。そうなんですよ。自分もね、そういうとこたまにあるんですけど、なんか、あ、で、ごめんなさいね。何が痛かったかというと、この間、神宮の、あったじゃないですか。あの時に、結構こう、ステージ裏に、バナナマンの二人がね、潜入して、いろいろ、おー、抜けた抜けた抜けた、
あの結構メンバーの皆さんがこうすっぴんだったりとかっていう、結構ねファンとしてはすごい嬉しい映像が結構たくさんあったと思うんですけど、なんか自分ですね、れいちゃんとまえちゃんが階段から降りてきてなんか写真撮られるみたいなシーンがあったと思うんですよ、うん、でなんかあそこのシーンをまあ見て、まあ、もちろん最初は気づかなかったですよね。なんかこう乃木中あの回をまあ見てたり、なんかもう一回、見た時になんかですね、全然気づかなかったんですけど、皆さんねぜひよろしければ見ていただきたいですけど、なんかこうレイちゃんとマエちゃんが降りてきて階段から、でなんかこうその時にちょっとなんかたまり場みたいなとこあったじゃないですか、メンバーの皆さんとかバナナマンさんがいたあのところがちょっと映像がちょこっと映ってたんですよ。その時にねですね、あやめんが映ってたんですけど、なんかすごいぼーって立ってたんですよ。そのぼーって立ってんのがすげえ可愛かったっていう。すごい、まあ、マニアックなとこなんですけど、多分そこ見てる人あんまりいないと思うんですけど、なんかこう、あーやばい、結構ね、なんかこうレイちゃんとか結構ニコニコしながら降りてきてたじゃないですか。まあ、マイちゃんもニコニコしてたと思うんですけど、ちょっとよく見え隠れてて見えなかったんですけど、あの時なのでその場にいたメンバーの皆さんも結構ニコニコしながらその2人を見守ってたと思うんですけど、なんかあやめんだけなんかすごい棒立ちみたいな感じだったんですよね。それがすごい個人的に最近なんか気に入って、すごい細かいところだと思うんですけど、 OK ナイスカチ。最後はいい守りを見せてくれました。いや、沢ちゃんいいっすね。13対1、スタミナがちょっとさすがにもう投げれないかな、これちょっとマンツー出そうかな、さすがにこんだけ打ってたらご褒美で。おそらくこの動画が上がってるタイミングが交流戦の、あ、交流戦、ごめんなさい、ごめんなさい、先日告知したんですけど、交流会ですね、オフ会の当日かその次の日ぐらいだと思うんですけど、はい、ちょっとね、オフ会もまた皆さんにどんな感じだったかっていうお話はね、今回ですね、結構今までずっと最初から参加してくれる方が結構本当にずっと参加してくれる方もいて、まあ、今回もそうなんですけど、今回ね新しい方も、2名かな来られるんで、今この動画撮ってるタイミングではまだオフ会行ってないんでちょっとあれなんですけどね、うん、ちょっと新しく初めて来られる方もいるんで、ね、ちょっと楽しみですね。うん。第4球は外角低め見送ってストライク。第5球投げた、ボール外角低め外れてボール。次は6球目投げました。打った、これだ。ああ、やっちゃった。2塁フォースアウト。アウト、ゲッツー。スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。いやー、いや、20本今日ヒットで出ますからね。バッターは代打ブラッシュ。あ、出てきましたね。やっぱり代打。さあちゃーん。ちょっと待ってくださいね。いっか、いいですね。はい、7回切りもいいんで。じゃあ絶好調なんでいきましょうか。ノギピッチャーを変えてきました。さあ降板。マウンド上は藤見のベテラン舞。今日2人目のピッチャーとして降板です。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるか。あ、主砲キラーが発動しますね。よし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 、危なげない、さすがですね。あ、やっぱ出てきますよねこの2人はね。やっぱスタメンでいるのってねやっぱ違うな。うん、噛みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは今9時、今日はここまで3アウト。
初球ストライク、第2球、2球でストライク。うん、いいコースですね。百戦錬磨感が、さすが、さすがですね。三振で仕留めました。八回までが終了しまして13対。さあここは守備を変えてくるようです。キャッチャーが山下選手。いよいよ9回に入ります。とりあえずいっか。第9。流し打ち。打球はライト。よしよしよし。いや今日は本当打線が。ウィーラー選手がライト守ってますね。うん。バッターランナー二塁でストップ。柴田ツーベース。柴田これで今シーズン。あ、ディフェンスポイント取っちゃった。ここ大事ですね。セイラちゃんも今日2の2ですね。犠牲フライが2、犠牲フライ1試合に同じメンバーが2個って結構珍しいかもしれないですね。うん。第9投げました。まずは外角低め。さあスタミナが、あ、切れましたね。投げました。ど真ん中来い、ど真ん中。ど真ん中ボールが抜けてきましたね。真ん中に抜けろ。あ、そう。第5球投げた。決まった。ストライク。次がラストボール。あ、今どうだ。ピッチャー帰ってきますかね。さすがに帰ってきますよね。はい、森原投手ですね。対戦したかな。あ、でも球種2つだけ、スライダーフォーク。あ、でも伸び B 持ってるな。球速安定も持ってますね。速球中心、結構まっすぐ速そう。うん、いいですね。あ、でも対ピンチ F 持ってるな。見送ってストライク。第5球投げた。打ちました。これもう抜けないか。掴めました。これで2アウト。ランナーは2人変わりません。第9投げた。外れた。ボール。今日あんまりコントロールがいいピッチャーがね投げてきてないの。森川投手は多分一番コントロールいいっすよね、今日投げたピッチャーだと。投げました。インボー空振り。第4球を投げました。投球これから5球目。打った。1、2、あー、安定か。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。乃木チャンスを潰します。ちょっとそうディフェンスポイントだったんで1点取りたかったんですけど。イーグルス。この回じゃあちょっとさすがに点差あるんでもう大丈夫かな。ちょっとどんどん変えますね。守備なら大丈夫か。はい、大丈夫かな。こんな変えちゃってちょっと一気に変わりましたけど、あ、もう4期生いなくなっちゃった。まずは決めてきました。低めに送ってストライク。これで追い込みました。1球投げました。ボール。投げました。外角低め。空振り三振。2者連続三振。バッターは指名打者浅村。今アナウンスで守備交代のアナウンスしてましたけど、大変ですよね、こんだけ一気に変わったらね。よし、さああと1点ですね。よし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 、 OK。 よし、いや今日快勝だった。よかった、連敗止めた。いや今日本当快勝でしたね。いややっぱそうですね、持ってきましたね、ヒーロー。いや今日真夏さん本当良かったですね。うん、このペナントにおいてもね、新キャプテンとしていいスタート切れたんじゃないかなと思います。今日は素晴らしい戦いでした。まあ他のメンバーも相当打ってたと思うんですけど、
そうですね、やっぱ序盤で点取れたのは大きかったですね。もう1回と2回で10点でしたっけ。あれだけ取れるとね、相当楽ですよね。もうハイライト終わった短いです。本当に最近4期生の3人の先発陣が安定、今日もサーちゃん良かったですしね、この先発陣が本当に安定してるんで、こんだけ点が入ってくればね、もう十分すぎるぐらいですね。はい、でもうサーちゃん本当に被安打も少なくて、はい、いやナイスピッチでしたね。そうか、今日ホームランって意味だと、まあ、そんなには出てないですよね。うん、繋いでなんか点取った感じがあったんで、確かに。はい。いやー、よかったよかった。連敗止まったんで。ちょっとごめんなさい。すいません。ちょっと今間が空いちゃったと思うんですけど、ごめんなさい。はい。ということでね、まあ、なんとか連敗止めたんでね、まあ、ちょっと楽天、確かに今まで相性もね、まだいっぱいもしてないですし、相性いいんでね、はい。また次回以降もね、勝って、ちょっと3連敗のね、した分を取り返せるようにね、頑張っていきたいと思います。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。